どうもどうも、こんにちは、とんちゃんです、最近はめっきり寒くなってきましたね、今日は冬ならではのアイテムをね、購入してきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは、開けていく。はい、はい、今回買ったのは、こちらですね。こちら、フランスの、ブランドバスクチュールのマフラーになります。はい、でなんか今年ってこういうね、あの中綿が入った肉厚のね、あのダウンジャケットのようなマフラーが異様に流行ってますよね。ね、僕もなので初めてこういうタイプのマフラー買ってみました。はい、で最近流行ってるそのマフラーって結構表面がナイロンで、本当にダウンジャケットみたいな素材で、そういうのが多いんですけど、まあ、そういうのってなんか最初つけた瞬間ってちょっとヒヤッとしそうじゃないですか。でも今回買ったこちらはね、あの表面ベロアなので、まあ、つけてすぐにあったかいっていうね、ものになりますので、ちょっといいなと思って買ってみました。はい。まあ、こちらにね、バスクチュール。はい、バスクチュールっていうロゴが入っています。そう、まあお値段も結構こんな感じでいい感じですよね。はい、でもなんかね、このベロアで高級感があっていいんじゃないですかね。はい、それではこちらちょっと着用していきたいと思います。はい、着替えてみました。まずはそうですね、こちらマフラーがベロアになるので、このジャケットもベロアでね、ベロアベロアでちょっと合わせてみました。でね、色もね、まあ、青、赤、黄色っていう風に使ってみたんですけど、結構いろんな色を取り入れた割には落ち着いた感じで良くないですか。はい、違うコーディネートもやってみたいと思います。はい、今度はね、ちょっと巻き方も変えてみました。まあ、このジャケットはね、あの腕の色とあのマフラーの色がね、ちょっと同じ感じなので、あの相性がいいですよね。はい、今回は、こちら、バスクチュールのマフラーの、紹介でした。それじゃあ、また。